皆さんこんにちは、アカペソ先生です。今回私はディアゴスティーニから発売されている傑作カンフー映画ブルーレイコレクションというのを買いました。お値段890円です。これってディアゴスティーニとかを買った人ならわかると思うんですが、この表紙をめくると本がついてるんですね。こういう感じで冊子と言いますかと、そして商品がねパッケージされているんですけれども、これのね特にこのままだと邪魔じゃないですか。パッケージいらないから。この本の外し方をねどこにも特に書いてないんですよ。なのでちょっと外し方の解説をします。まずこの表紙の部分はホッチキス2箇所止められています。なのでめくると本の真ん中にねホッチキスが止まっています。こう1,2,3,4って4箇所止まっています。そのうち外側のホッチキスが外側の表紙と貼り付けてある部分なので、これを外します。マイナスドライバーなどがあるといいかなと思います。これで爪を起こします。できればねまっすぐ起こした方が本にダメージはないです。でこっちも同じようにまっすぐ起こします。はい、そしてこの部分ねこちらに差し込んで引き抜くと、はい、一歩抜けました。そしてこちらもまっすぐ抜いてないとこんなことになるんですね。はい、で、はい、2個抜けましたと。これで、はい、分かれました。これで本の部分とおまけの部分が分かれました。で、これパッケージはね、外してからまた捨てればいいかなと思います。で、問題はもう一つあるんですね。この中に今開いたとこに真ん中にアンケートがついてます。この部分をどうするかですけれども、カッターとかでね、軽く、ホチキスの上を軽くね、軽くなぞるように、ホチキスの横か、これを軽くなぞってください。そして、引き抜くと。引き抜くというよりは破るんですけど、はい。こうやったら簡単に取れます。ここも同じね、あんまり強くやりすぎると本が傷んでしまうので、軽く切って、はい、これで完成です。特にこの部分に傷はついてないですよね。傷ついちゃうと破れちゃうんで、こっちも大丈夫だと思います。ということで、今回の動画はディアゴスティーニの本体から本を外す方法でした。それではまた。